これからアジア最終予選10月シリーズになるけど、何やら中韓の反応に異変が発生してるとか？実はそうなんだよな。韓国は相変わらずかもしれんが、中国はかなり興味深い反応をしていたんだ。今回はその件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。ではまず韓国から行きましょうかね。ここは相変わらずの反応みたいだし。相変わらずではあるけど、組み合わせ決定の時とはまるっきり違う反応だから突っ込みどころありまくりだぜ。順風満帆で羨ましい限りだ。日本のアジアに緊張感なし報道に韓国メディアが嘆き、最近は相反する雰囲気を見せている。また出たよ。羨ましい、こっちみんな。組み合わせ決定の時は、日本は韓国が羨ましいだろう、とか言ってなかったっけ？いつも思うけど、羨ましい、って感覚がよくわからん。韓国のことを羨ましいと思う日本人はいないだろうし、韓国は日本を追い抜いた、じゃなかったっけ？羨ましいってなる理由がない。羨ましいって基本的に劣等感から来る感情だからな。韓国メディア、インターフットボール、が反応。最近は韓国サッカーと日本サッカーが相反する雰囲気を見せている、と、両国の異なる現状に見解を示した。最近は、じゃなくていつも相反してね。同メディアは、客観的に見て、日本はアジアで最も優れた競技力を発揮している。問題なくワールドカップのチケットを獲得すると思われる、と評し、北中米ワールドカップアジア最終予選で中国&バーレーンに圧勝した9月シリーズを振り返る。日本は強力な火力を誇った。最初の相手は中国。7-0で大勝し、文字通りに圧倒した。バーレーン戦でも5-0と大きな点差で勝利。なぜ日本がアジアレベルで特に緊張感を持たないかを確実に証明した試合だった。この感じがなんとも韓国らしいよな。9月シリーズ楽勝だったからもう突破は確定だろっていう楽観視。で、当の日本人は10月シリーズが最大の山場でここの結果次第だろうって考えてるのがまた面白いわね。9月シリーズは中国とバーレーン。10月シリーズはサウジアラビアとオーストラリア。この状況で楽観視にはならんだろ。本当に韓国はアジアカップから一体何を学んだのか。相反する雰囲気というのは代表そのものと、サポーターの反応もだろうな。10月シリーズで日本はオーストラリア、サウジアラビアと相まみえるが、今回の A マッチも日本の圧倒的な勝利で終わる可能性が高い、と展望したインターフットボールは、一方、韓国は日本と違い、雑然とした雰囲気が続いている、と伝える。2022年のカタールワールドカップではベスト16進出を果たしたが、その後は下降線をたどっている。昨年にユルゲン・クリンスマン監督を招聘すると代表チームの体制が崩壊し、アジアカップでも無気力に4強で脱落した。クリンスマンは解任され、新しい指揮官としてホン・ミョンボ監督がやってきた。しかし、ホン・ミョンボ監督をめぐる選任過程の問題で、試合以外でも騒がしい状況だ。韓国では、クリンスマン前監督とホン・ミョンボ現監督の選考段階において、規定に反するアプローチや不透明な形での面談などがあったと指摘され、ジョン・モンズ会長やホン・ミョンボ監督らが国会の公聴会に召喚されるという異例の事態に発展。国際サッカー連盟 FIFA が大韓サッカー協会 KFA に対する同国政府の介入を問題視し、警告文を送付したと報じられている。次から次へとどんだけ韓国は問題発生してんだか。こうして日本ばかり見て一喜一憂してるから無視できない状態になってようやく大騒ぎすることになる。まず日本を見るのをやめて自国だけに集中することをお勧めするぜ。アジア最終予選で、韓国は初戦のパレスチナ戦は0-0でドローも、続くオマーン戦は3-1で解消。まずまずの滑り出しだが、ピッチ外では小さくない問題を抱えているようで、記事は順風満帆な日本が羨ましい限りだ、と締めくくられた。これまたいつものことだけど、結局何が言いたかったんだ。嘆くばかりで改善策は出さない。これが韓国ですよ。嘆くだけならそこら中でできるわ。記事にするなら改善策の一つくらい出してみなさいな。同じ話題で別メディアのもあるぜ。韓国メディア、ネイトは現地時間6日に、暗雲漂う2連戦を迎える韓国代表と好調の日本代表を比較していた。同メディアは、アジア予選では緊張感がない。日本サッカー代表チームの自信、と題して、アジアの強者をめぐって争う永遠のライバルの韓国代表と日本代表チームの雰囲気が劇的に異なっている、と、波に乗れない韓国に対して好調の日本に羨ましげな視線を送っている。永遠のライバルではなく永遠の敵国です。緊張感もあるしな。ホームなのにブーイングしたりヨルダンとイラクとの大一番にもかかわらず日本が羨ましいとかやってる方が緊張感ないと思うけどな。マジで日本見てる場合じゃないでしょ。緊張感持ちなさいよ。10月シリーズやらかしたらプレイオフはまず確実になるし、敗退も現実的になってくるわよ。また、韓国代表にとって痛手となるのがエースフォワードソン・フンミンの離脱だ。韓国サッカー協会 KFA は、所属先で負傷した左ハムストリングの怪我で休養が必要と判断し、招集が見送られ、マインツミッドフィルダーホン・ヒョンソクを代替招集した、と、負傷の影響で絶対的な中軸である同選手の招集見送りを発表した。記事では、ソン・フンミンまで離脱。と述べた上で、マインツ所属の32歳ベテランフォワードイ・ジェソンにピッチ内外で大きな責任がのしかかることに。
ッチ外でもソン・フンミンが代表チームに及ぼす影響の割合は大きい。ホン・ミョンボ監督は A マッチ招集名簿を発表した際に、ソン・フンミンが出られない場合、競技外の他の部分に影響を与える可能性がある、と言及するほど、チーム内で様々な役割を果たすと述べていた、と、プレミアリーグで活躍する師匠の不在は大きな影響を及ぼすと強調している。その割には十分な代役がいるみたいなこと言ってましたけど、プラン B だかコリアンなんちゃらプロジェクトだか知らないけど、ソン・フンミンに依存してきたツケが一番大事な時に来たな。これを今まで通りただのピンチと嘆くだけかチャンスと捉えるか。依存から脱却する最後のチャンスかもね。まあ S 級スター、とか言ってるうちはまた別な選手に依存するサッカーを続けるだけでしょうけどね。ということで組み合わせ決定の時からの変わりよう。異変といえば異変だな。いや、通常運転でしょこれ。韓国いつもこうだもん。いっそのこと10月シリーズでコテンパンにやられた方が現実見れていいでしょ。蜂蜜のような甘い組で蜂蜜採取に行った結果、蜂に刺されまくった姿。10月シリーズはリアルタイム編集で投稿予定。関連の動画でも笑ってやるつもりなので今のうちにチャンネル登録して待っててね。韓国を心配してるのかと思いきやただ嘲笑いたいだけなのを隠せてない後半怒涛の蜂蜜のような甘い組、いじりからの宣伝。性格悪いねこの赤まんじゅう。韓国は通常運転。それよりも中国の反応は興味深いみたいなこと言ってたけど、それ気になるわ。日本が圧倒的有利、中国メディア、サッカー日本代表とサウジアラビア代表の試合に注目しサウジの敗北を願う？中国にプラス。これも含めてなんだけど、中国メディアって興味深い報道するなと思って。韓国はお笑いに全振りしてる感じだけど、中国メディアのって色々考えさせてくれるんだよ。確かにね。中国と聞くとあんまりいいイメージないけどスポーツに関しては韓国の比にならないくらいまともな報道するもんね。まあこれが自国サッカーに対する報道になるとちょっとずれたこと言ったりはするが。FIFA ワールドカップ26アジア最終予選、3次予選、グループ C 第3節サウジアラビア代表、第4節オーストラリア代表戦を間近に控えているサッカー日本代表。中国メディア、ソウフ、は両国の対戦に注目しており、グループ C の首位と2位の試合に関する展望について報じていた。同メディアは、中国代表チームが注目の的となっているが、強豪との争いの中で差をつけるためには自国の強さや努力だけではなく、相手チームのパフォーマンスにも注目する必要がある、と述べた上で、そんな中で注目を集めているのが日本とサウジアラビアの直接対決だ、と、現在グループ首位の日本代表と2位のサウジアラビア代表の試合に注目していた。そして、グループ順位では日本とサウジアラビアが上位2つを占めており、両チームの差はわずかにポイントだ。この対決は今後において間違いなく重要である、と言葉を続けており、総合力とチームの厚みを誇る日本が圧倒的に有利だ、と、日本が勝利する可能性が高いことを指摘している。韓国はまるっきり関係ないけど、中国の場合は同グループだからね。しかし言うほど日本が圧倒的かは疑問。これがホームならそう言えるかもだが、アウェイはまた話が別だよな。日本は前回完敗してるし、ホームとアウェイでは全くの別物だと思う。勝つことを信じてるけど、負けないことが一番重要よね。前回はここで負けて絶望的な状況になった。間違いなく大一番。だから今回の10月シリーズは乗り切ってほしい、と表現してる。2連勝が理想だけどこのアウェイサウジアラビア戦は引き分けでも十分だ。とにかく負けずに乗り切る、そうすれば圧倒的に有利になるからな。また、中国にとってはこの試合の結果が予選の見通しに大きく影響する。日本が勝てば中国にとって大きなプラスとなるからだ。なぜなら、日本は勝ち点9で首位を維持できる一方、サウジアラビアが敗北すれば勝ち点わずか4で2位にとどまる。この場合、中国が次の試合でオーストラリアを破ることができれば、2位との勝ち点差を1に縮めることができ、今大会出場権獲得の可能性をさらに高めることが可能だ。今後の試合でもさらに主導権を得られるだろう、と、勝ち点差と今後の展望を考えると日本の勝利が中国にとってもメリットになることを報じていた。ん？中国ってストレート突破目指してるの？そこな。たまに中国メディアってこうして意味不明なこと言ったりする。中国は現実的にプレイオフを目指すことになる。しかも4位でのな。そこではぶっちゃけ日本、オーストラリア、サウジアラビアの勝ち点ってあまり関係ない。どう考えてもライバルはバーレーンとインドネシアだもんね。勝ち点を意識すべきはここで、日本、オーストラリア、サウジアラビア相手には引き分けに持ち込めれば最高。なるべく失点を抑えることが求められる。確かに9月シリーズはサウジアラビアもオーストラリアもやらかしてるけど、なんだかんだ実力は上なわけで元々の考え方から中国はブレてはいけない。日本に7失点した上に先制して1人多い状況でサウジアラビアに逆転負けという最悪なスタートだったけど、日本がバーレーンにも大勝、サウジアラビアとオーストラリアがやらかしたおかげで勝ち点差とか得失点差に絶望的な差ができてない。ラッキーといえばラッキーだし、中国は組み合わせ決定の時の目標と変わらずやるべきね。
ここで勝ちに行って大量失点して負けるのが一番最悪だからな。まあ、守りに行って守りきれるディフェンスかってのもまた難しいところだが。今回はオーストラリア、アウェイ、インドネシア、ホーム、との対戦で、4位での次ラウンド進出を目論む中国としてはライバルであるインドネシアから是が非でも勝ち点3を取りたいところ。だが、地元メディアの展望は明るくない。スポーツメディア、ソーフ体育、は、帰化選手がつい23選手だと、と驚きを隠せず、次のように論じている。新たに2名の帰化選手を加えたインドネシアはもはやオランダ代表の2軍と言ってもいい陣容で、ますます充実している。帰化選手数は27名中13名にいたり、とりわけ守備的な選手が多く、チームに安定感をもたらしているのだ。最終予選でサウジアラビア、オーストラリアとドローを演じたのは決して偶然ではない。彼らは中国とは異なり、今やもう一つ上のカテゴリーでの出場権奪取を狙っているのだ。さらに同メディアは、国外でプレーする選手で比べると、中国の0人に対してインドネシアは16人。市場価格の平均値でも中国の選手が 41.7 万ユーロ、約6750万円、なのに対して、インドネアは 64.3 万ユーロ、約1億400万円、とここでも差をつけられている、と嘆く。なお日本とインドネシアの対戦は11月15日、ジャカルタ、と来年6月10日、ホーム、に予定されている。森保ジャパンにとっても警戒すべき難敵となるのは間違いなさそうだ。2軍は言い過ぎだけど、帰化選手を中心に構成されていて、試合を見ても普通に強いからね。あのサポーターもヤバすぎるし、オーストラリア戦でのピッチコンディションもヤバかった。思わぬ強敵って感じ。U23 もだけど、近年インドネシアの急成長は分かっていたが、今回のは普通に強い、って印象だからな。サウジアラビアもオーストラリアもひどかったんだけど、普通にインドネシアが強かったというのもある。フィジカルも強いしスピードとテクニックもある。あとは東南アジア特有の荒っぽさ。韓国人監督というのもあってラフプレイも多いし怪我にも注意。フィジカルに強みがあるからこそなんだけど、危険なプレイ多いからな。それと別な意味でも荒さがある。攻守両面で雑なプレイをする時も多い。ムラがある分アジアの強豪ではないけど安定感が出てきたら間違いなくトップカテゴリーに将来入ってくるチームになってる。サウジアラビア戦見てると前半に前線から激しく行って攻め立てて逃げ切る作戦取ってたわよね。だから序盤圧倒して得点取ったまでは良かったけどその後急失速してる。だからまだまだトップとは差があるが、ものすごく厄介な相手なのは間違いない。以前のインドネシアとはまた違うな。このカテゴリーのチームでは一番強い。いわゆる第2グループ、第3グループってやつね。その中では強い。中国の帰化選手って微妙すぎるけど、インドネシアのは明らかにうまくいってるからな。サポーターとかも含めて注目だ。中国メディア、ソーフ、は現地時間29日に、今後のアジア最終予選における自国代表チームと日本代表の展望について報じていた。まず中国代表については、最初の2連戦を振り返ると、代表チームのパフォーマンスはファンを失望させた、と述べた上で、全力を尽くしたが、日本代表などの強敵を前に目標を達成できなかった。ただし、スケジュールを見るとまだ予選は5分の1しか消化しておらず、今後の結果によってはまだ本戦への出場機会が十分残されている、と、日本代表そしてサウジアラビア代表に敗れたものの、まだ8試合も残っているため希望はあることを強調。そうね。サウジアラビアとオーストラリアがやらかしたことでライバルとの差もそんなについてないから。ただ、中国の場合ってその面では可能性あるものの、単純に実力が、それな。そしてそれがあまりにも致命的すぎる。そして、日本が連勝しておりグループ1位となっているが、他の5チームは比較的近い成績に収まっておりいずれも予選突破を争うチャンスがある、と、連勝スタートした日本代表以外はまだどの国も最終予選に進出できる可能性があると指摘していた。その上で、7例と大敗した日本代表については、もちろん日本の勢いは無視できない、と題して、しかしサッカーの世界では、永遠に強いチームも常に弱いチームも存在しない。前回の予選では、日本代表もオマーン代表、サウジアラビア代表に敗れて、ホームではベトナム代表に引き分けられるなど多くの試練を経験した。これはどのチームでも逆境に直面する可能性があることを示している、と、中国代表と同組の日本代表の前回大会に関する成績について言及。さらに、競争が進むにつれて日本代表も試練に直面することになるだろう、と、まだ長いアジア最終予選の中で日本代表も必ず壁にぶつかるであろうことを示唆していた。これはその通りね。必ずいい時と悪い時はあるし、10月シリーズでやらかせば状況は一変する。前回の予選はこれでも勝ってほど痛い目に遭ってるしな。奇跡的な突破だったことを忘れてはいけない。この記事で思い出したけど、そういえばベトナムと引き分けたのよね。まんじゅうってのは忘れるもんだな。やっぱりこういう楽勝ムードの時って怖いんだよな。アジアカップの時の雰囲気と似てる。そういう時こそ前回の最終予選を思い出すべきだろう。そうね。しかし確かに中国メディアの報道って興味深い考えさせられるものだったわね。前半で見た韓国メディアの質が低すぎるやつと大違いだわ。質については違いすぎるけど、それが自国サッカー界に全く反映されないという意味では同じなのがなんとも。そうね。
まあ何にしてもこの10月シリーズは大一番。日本はサウジアラビアとオーストラリア。韓国はヨルダンとイラク。そしてインドネシアとかも注目よね。三つどもえの戦いと言われたグループでインドネシアが割って入ってくるかどうかってのはこの10月シリーズで決まりそうだもんな。密かに注目してる。とにかく日本代表よ。10月シリーズを乗り切りましょう。ここの結果が今後に大きな影響を与える。どうなるか様子を見てみよう。日本代表、そして注目試合をリアルタイム編集で試合直後に投稿予定。さらに関連の動画も投稿予定なので今のうちにチャンネル登録して待っててくれ。高評価ついでにコメ欄で今回の件どう思った意見を聞かせてね。それではまた次回。戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。